まりこういう場所でね、同じステージで戦わないで、それで手を伸ばすビデオ見てたらね、まあ、先週のあれなんだけどね、指先とか指の方向とか言ってたんだけどね、で難しいからここを持ってくるじゃない彼女で、自分はまあいいの子も言ってたんだけど、ここに行かない、ここ同じ立場で競争しないとか言ってんだけど、他の場所、他の場、みんなこういうところをやっつけたいの。でもそれをやめるために他の場所、こういう足のとかそういう場所をオンにほらやると、全然なんていうの、ここで競わないから、こっちそうするとここ関係ないんだけど、こっちの足のなんていうのかな、足の場所にとかいろいろ自分のその都合によってだけどさ、都合によってだけど、ここに行かないために、ここに競わないために、他でこういう 足とかそういう場所で、そうするとここ忘れられるから。でそれは使い方いろいろ今までの稽古方法でいろいろあるんだけど、こういう足とかここで競い合わないためにこういう足使う、ここ関係ない、ここに行かないために、ここに行かないために、こっちほらこう足とかね、意識を変えるって話で、ここ行かないためにここほらここ、そういう風にやった方がいいかなと思って、で行かないためにここ行かないためにこういう足関係ないっていう風に思った方が、ここに行ってこうやって競うよりは、競っていい形してっていう姿勢を正してみたいな、競ってじゃなくて自然とこう今まで稽古してるとリカバリーできるから、なんていうの、他の場所でなんていうの、あんまりなんていうの、自分が崩れていったらやられちゃうんだよね、こういうとこ持ってたらね。だから持たない、ここを意識なくして、同じじゃなくてこういう場所、ちょっと場所を変える練習ね、ちょっと意識的に変えるってことじゃないとこう来ちゃうから、ああいいやいいや、こういう感じ、ああいいやっていいやって、もう落ちたら場所で、まあ勝手にやるって感じね、勝手に
じゃあちょっとやってみようか。あのね、多分言ってることが全然違うんじゃねえかって、あ、言ってることって僕が言ってることとみんなさんが受け取ってることが多分全然違いますよって飯野君が言ったんだけどね、多分そうなんですよ。で、僕はこういうところ気にしないで自分の方が自分の身を守るんだけども、あの、なんていうのかな、ここ行っちゃったら やられちゃうんだよね。ほら、やられちゃう、もうすぐやる、準備してんだから。いや、行った瞬間にやられちゃうの。行った瞬間に、行った瞬間、ほら、目がこっち来ただけでもこう待ってんだからね、やられちゃうの。だからまず自分はここを気にしないでいい位置もらうの。いい位置、いい位置、いい位置もらって、あーなー、10円拾ってもいいじゃん。それでほら、なんていうのかな、ここでやったら負けちゃうに決まってんだから。彼の方が強いに決まってんだから、筋肉も強いね。だから僕のなんていうのかな、気にしないのが稽古なのよ。気にしないのが稽古ってのは、ここ気にしたらやられちゃうんだから、だから気にしないので、ほらほら、足だから気にしないから足が先に動いてるとかね、四角に入るとか、その方が優先してるじゃん、まっすぐで。気にした瞬間にやられちゃうんだよ、これ来ちゃうんだから、ほら。そういうことだから、そういうことで、まあ言ってることが多分違う、言ってることと受け取ってるのは違うのかもしれないけど、こういうとこ気にしないってことで、こうね、来ちゃうのね。だから資格をもらって、資格をもらいながら自分が安定して、こうで近くに抑えましょうねって、そういう話。それでここ気にしてたらやられちゃう、やられちゃうのって、やられちゃう、やられちゃうんだよ。だからやられないように自分の安定するってことで、どういう稽古方法がいいですかって一生懸命考えてんだけど分かんないので、いろいろやってんだけどね。まあこう、そうだ、気にしない、近くに抑えて、起きてくるよね、起きてきたら下げて、起きてきたらこうやって気にしないで、ほね、こういう、なんていうのかな、そうそう、あ、強いんだから彼。ここは筋肉やられちゃうんだから。だから自分がその彼の弱いところに立ち回って、気にしてたらやられちゃうんだから、だから気にしないっていう傾向だから、気にしない、こうやられてもいいよ、やられてもいいけど、次の瞬間にこういうふうに、ほら、ちゃんと入ってるっていう形ね、そういう形。どうしようかな。じゃあ次こう入って、四角入って、下に落として、お、崩れてくるね、崩れてきたら近くに行って、こう押さえてる、こう押さえてる、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 近くでね、近くで、近くでね、こうやって押さえてる、近くで、遠く行っちゃうとやられちゃうから、やられちゃうのね。だから近くで、彼の近くで押さえてる、近くで、近い、すごい近いでしょ、ほら近いでしょ、近い、どっか触ってるって、ここね、触ってる、こうなったらやられちゃう。だから交互に、それで重心、じゃ鉄棒じゃないけど自分の重心、こうに、これいくら彼が力あっても、僕の体重が、あの、なんていうの、押しのけられないっていうかな、僕は60キロぐらいだと思うんだけど、遠いと押しのけられるの。押しのけられちゃうけど、近くだと押しのけられない。それで押しのけるんだけど、こうやって吸わないで、こう力が抜く、ほら、そうすると全然力が入んないね、あの、支えになってない。いいよ、起きて、ほら、それで近い、そういう練習をちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思うんでね。で、近くて支えらんない、で、支えられない、ほら、支えらん、支え、起きたいんだけど支えらんない、ほら、よりどころがないから、ここよりどころにしたら起きられちゃうってこと。だからよりどころならないように自分がさばいてこう近いで、よりどころにならないで、いいんだよ触っててもね。でもよりどころになってないから、ほら、こういうふうに、ほらほら、そういう感じ。じゃあちょっと近くに行って、重心の近い、相手の近い
そして拠り所にならないように自由にこういうところを動かす。で相手を捉えてる練習。じゃあちょっとやってみよう。じゃあなんか打たれて、なんでもいいや、打たれたら正面打ちやって、はい、で倒して、はい、こう、そして抑える、はい、で起きてくる、頑張って起きてきて、起きてきて、でしたらやめる、はい、でこれ正面打ちの形ね。これ一つで、はい、本当は正面打ち来たらボーンってやって、まあいいや、そしたらこう倒してこれで終わりっていう形でやりましょう。本当はね、これひっくり返してこうやって、ひっくり返してこういう固め技まで本当はやるんだけど、はい、合気道の時はこう腹ばいにして手は使えないように、起きてるとやられちゃうからいうふうに言われましたね。で半分正面でこうね、それで正面来たらボンってきて、で起きてくるんだけど、しばらくこうやって起きれないよって、俺の中だよって言うよ。逃げてるで これね倒そうと思ったらなっちゃうの。だ倒そうと思ってないんでしょ。で彼が例えばこういう手とかこういう手とか振り返りつづまないして、そう、その時にも生きていいよ、来たらね、ほらそれを利用してやってるって感じで、近い、そして近いで、起きてくるのも気にしないで、ここに来てもいいよね、はいはい、来てもいいよ、そう、はい、来たらね、あ、ごめんごめん、ちょっと外れちゃったけどね、そういう感じ。じゃあちょっと呼吸法からやってみよう。こういう正面打ち、普通はなんだろう、普通は一挙はこう線だから、こういうふうに入ってきて、そしてこうね、でここは抑えないので、全体、彼の全体にこういうふうに出てるの。それでここは抑えてないの。抑えちゃうと軽く寄り所になってやられちゃうの。だから、あ、失敗、ちょっと逃げちゃった、ね、ここに入ってきてこう、そして抑えてないの、ここでこうで、いいよ、こっち来たらもうこういうふうに来て、で抑えてないの、ここ抑えてないね。それで起きてきて、起きてきたら起きてこれないんだよね、寄り所がないから。そして同じようにこういうふうに後ろをして、緩みを、こうやったら起きられちゃうから緩みを取って、そしてこうで、ここなんていうのかな、全体を押さえてるって感じ、全体を押さえてるって感じ、全体を押さえてる。それでここは圧力はかけない。そして自分が入って、そしてこう来て後ろ入って、こういう形。だんだんみんな上手くなってきたから、いいと思います。要はここね、ここ、そうそう、ここ、まあ、いいの、これ外れると、これでもいいやね。いずれにしても正面の時にはここに当たって、ここと競わないってこと。あ、いいよってこうやっても、向こうに投げてもいいし、こっちこうやって投げてもいいし、こうやって外れてきてもいいし、ここが肝心だから、この投げた後のここのギューってやったらバレちゃうんだから、バレないようにして自分が動いて、そしてこうね、こうほら、こうそういう感じでしょ。でちょっと一挙今日ね、ここ普通はこう争っちゃってるんだよね、こうやって。だけど争わないの、こうあれ、争わないで自分がまっすぐで、こういうところで争わないで、こう争わないで、こうで自分がまっすぐで、ここで争わないで、こうで、こうね、こうこうこう、あ、ちょっとごめん。でここ争いに来てもあ、いらないんだよって、そういういらない争いに来たんだよ、いらないんだよって、そういうふうに思ってないとできないね。ここ争いに来た人に対してね、これを争いで返したらこうなっちゃう。で、こうなっちゃった。ほら、見にくいじゃん。だから、来ても争わないんだよって、そういう形。俺は争ってないんだよっていう感じ。
それで自分が安定、そして同じ次元でやらない、そして同じこうそうすると自分が安定してて、相手こうゴミですよね、ゴミ、相手が来るのはゴミだと思ってて、自分をまっすぐにしてこう関係、なるべく関係ない方がいいわけ。関係持ってるとこうなっちゃうから、あ、関係してると思うと、このだ自分はなるべく関係、こういう持ってきてるのは関係ないで、自分がまっすぐ安定、そして関係ない、関係ないからこうほらこう関係ないの、こう持たれてるとこはね、関係ないの、関係するとこうなっちゃう、関係してると思うと、だから関係しないでこうね、あ、持たれてる、たまたま持たれてるんだね、そういう感じで。じゃあ時間までやりましょう。ありがとうございました。